私たちはパソコンゲームが大好き。世界中の面白いゲームを知ってもらえれば嬉しいな。Based on Two's worldview, as Sub-Two explores the enigmatic castle and reveals the mystery. Surely this is a sequel, but you do not need to play the prequel to have fun, it's optional. The early castle bonus on the gameplay is amazing, you could easily get used to playing smoothly.お嬢様、ただいま戻りました。ご所望の本、買ってきましたよ。お嬢様？おかしい。お嬢様はおろか、メイリンやパチュリー様の気配もない。みんな、どこへ行ったのかしら。どこへ行ったのかしらね。ごきげんよう、サクヤ。ヤクモ、ゆかり。何か楽しいことがあったみたいじゃない？あなたのお嬢様の思いつきで。思いつきでというのは否定しませんけどね。私も参加したかったのだけど。どうせいつものように寝ていたんでしょ。否定はしないわ。それでお寝坊さんがここに何の用かしら。そうね、その素敵な吸血鬼さんに挨拶に来たのだけど、どうやらご不在のようだったので、代わりに私が留守を預からせてもらったの。しらじらしい。お嬢様たちがいらっしゃらないのもあなたが関係しているとでも言っているみたいね。あら、そう聞こえる？平静を装っているけど内心はといったところかしら。貴様、たぎらないたぎらない。綺麗なお顔が台無しよ。口で言ってもわからないよね。それはこっちのセリフ。少し頭を冷やしたら。頭の悪い人間、気づかないようだから教えてあげるわ。何？春がまだ来ないとでも言えばいいかしら。春が面白いと思わない？ヒントはここまでにしておきましょう。待ちなさい。誰かに盗まれた春、誰が何の目的で、なんて。それじゃあごきげんよう。春が来ないと。確かに春なのにこの気温。お嬢様がいないこととそれが何か関係がある。お嬢様、私の世界へ。
砕け。シュッ、甘い。あの時確かに以前とは姿が若干異なる。この禍々しい気は紛れもなく高魔女。もしまたお嬢様が、いや、ゆかりが関わっているのであればその線はない。それにお嬢様が私に何も言わないというのも考えられない。じゃあこの城は誰が。その声はメイリン？どういうことなの？これは一体。は、話は後で、縄を解いて、と言って。はいはい、わかっています。早くほどいてほしいんでしょ？あなたはアリス。レミリアのメイドじゃない。どういうことか説明していただける？え、何が？うちの門番がお世話になっているようですが、このように。あれ、メイリン？何してるの？って、私。あなた以外誰がいるかしら。知らない知らない、私知らない。私じゃないよ。知らない。力ずくで来いと言っているよね。そんな。ちこれで話す気になったかしら。だから私何も知らないってば。この後に及んで。ちょっとその門番に聞いてみればいいじゃない。
それもそうね。ありがとうございます。メイリン、あなたをこんな姿にしたのは誰？いや、そのちょっと前までコーマ館の庭で、ちょっと昼寝を、いや、ちょっとした仮眠を。どっちも同じです。すみません。それで昼寝をしていたら何者かに急に。ということは誰もが容疑者になりうるということね。どうして私の方を睨むの？私、あれあるもん。アリバイ。そう、アリバイ。だってさっきまで昨夜が降臨堂で買い物してたの見たもの。それを知っているということは、メイリンを襲うのは物理的に不可能と？うん。私はただ、この方角に不吉なものを感じたから。なるほど。わかったわ。ようやく分かってくれた。昨夜レミリアのことになるとすぐこうなるんだもの。何か？いえ、何でもないです。ほらメイリン、城に入るわよ。はい。怖い。ケチラス、そりゃーはっ。ケチラス、へやや。しぐっ。薬物の式神？ああ、コーマ館のメイドだ。何しに来た？あなたがここにいるということは、この城はゆかりの息がかかっているということね。質問に答えろ！この城を作ったのはあなたのご主人様？それとも勝手に質問するな！まあどちらでもいいわ。そこを通してくださる？やだよ、の連中を通すなって言われてるもん。メイリン、また旅はある？そう都合よく持ってないですよ。
よだれが出てるわ。何をバカにして。猫相手に話し合いは無理よね。手間をかけさせないで。悔しい。さて、通してもらいますよ。そんなことはさせないよ。私だってラン様の役に立つんだから。これ以上の乱暴はしたくないんだけど。サクヤさん。はい。また旅はありませんが。なんだ、また物で釣ろうと。お嬢ちゃん、猫じゃらしはお好きかしら。いつまで我慢できるかしらね。このチョコマがどこ行って、このにゃー。さ、行くわよ。あなたがここにいるんです。死者の魂を運ぶのが大の仕事。昨夜、サンズの川はいらんかね。サンズの川が売り物じゃないでしょ。まだ死んでないし。人間だったらいずれ必要になるじゃない。まあそうだけど、とりあえずその船乗せてくれるかしら。ほい、来た。サンズの川一丁。ところに連れて行ってあげよう。
あなたは西行寺の。妙なところで会うわね。なるほど、三途の川に片足を突っ込んだあなたにお似合いの場所ね。こんな妙な場所を作って待ち伏せているということは知っているんでしょう。何を？お嬢様と春の行方よ。興味ない。興味があろうとなかろうと教えていただく。興味もないし教えるつもりもない。だいたい察しはついているはずでしょ。あくまでも教えるつもりはないと。平和的に行きたかったのにね。そう思っている顔には見えないけどね。パチュリ様、どうされたのです？誰です？誰がこんなことを？やれやれ。私の放棄は伊達じゃないぜ。はっ！こちら、こいつはきついぜ。押しくずになりな。受けてみるかい？
来たわね、サクヤ。あなたは白霊の。サクヤだったらもう少し早く来るかと思ったけど。行くわよ、武装封印。
目を向けて、うわっ！これでいいかしら？